家庭菜園ライフ。埼玉で菜園をやっております斉藤です。今日は花が咲いたら水管理が重要、スナップエンドウの3月後半からのお世話についてご紹介していきます。いよいよスナップエンドウの花が咲く時期になってきました。4月に入ってくると収穫できるものも増えてきます。ここで大切なのが水の管理や間引きの作業など、さやを大きくするための管理作業です。これらの作業を怠ってしまうと、せっかく花が咲いたのに思わぬ要因でダメになってしまうことがあります。今回はその注意点についてご紹介します。最後にコメントにもご返信していきます。それでは行ってみましょう。まずこちらのスナップエンドウをご覧ください。つるが四方に伸び出して、さらに花が咲き出します。まもなく花がしおれて、その後さやができ始めます。いよいよ収穫時期に入っていきます。この花がしおれてしまったり、実がつかずに終わってしまう場合は何かしらの問題が起きていますので、その点はよく観察していきましょう。まただいぶ混み合ってきますので、通気性が良くなるように麻紐に誘引しながら空間を作ってあげてください。ということで、スナップエンドウの状況を見ていただきました。まだ見ていただいたものは花が少なかったのですが、これからどんどんと咲いていきます。それではこの時期に注意したい作業を何点かご紹介していきます。まずは最も重要になってくる作業をご紹介していきます。それは水の管理です。さやを大きくするためには、光合成をしながら養分をさやに運んでいく必要があります。そのためには水分が必要ですので、水を十分吸収して育つ状況を作ってあげる必要があります。ですので花が咲き始めたら水を切らさないようにして管理してあげましょう。ただしここで一つ問題があります。スナップエンドウは過湿状態が続くと病気に感染しやすいというデメリットもあります。最も注意したいのがうどんこ病です。うどんこ病は葉っぱの上に白い粉状のものが吹き出し、光合成を阻害してしまいます。この病気の原因はカビなのですが、過湿状態が続き気温が上がってくることで病気にかかりやすくなってしまいます。水が十分ある土壌に必要以上の灌水を続けてしまうと、根腐れやうどんこ病につながるので注意してください。また水分が適度にあっても茎と茎が混み合っていると通気性が悪く病気になりやすいので、その点も注意しましょう。対策としては間引きをしたり、脇芽をこまめに摘んだり、枯れてしまった枝はカットするなどして対策をしてみてください。十分水分がある状態で通気性を良くすれば病気予防になります。うどんこ病は感染してその蔓延が広がっていくと、スナップエンドウそのものが枯れてしまうような症状にまでなってしまいます。ですのでうどんこ病はかからないことも重要ですが、うどんこ病にかかってしまった葉っぱを見つけたら、なるべく切り取って畑の中から外に持ち出すように処理してください。2つ目、誘引をこまめにやっていきましょう。水分がしっかりある状態でさやを大きくしていくには、光合成がしっかりできる状態を作ってあげることが重要です。ですので伸びてきたつるや枝をなるべく外側の麻紐に誘引してあげて、通気性を良くして病気予防をしながら、葉っぱや枝が重ならないように光合成がよくできるような環境を作ってあげることが重要です。そうすると次々と花も咲き実もつき始めるので、この一手間が重要です。こちらのつるを見てください。このようなつるを内側に行ってスナップエンドウ同士が絡まらないように、外側の麻紐の方に手で誘引してあげましょう。このように誘導してあげれば自然とつるが麻紐に引っかかり、より外側に伸びていくようにできます。この一手間をやっていきましょう。ただしこのように内側にすでに入ってきたものを無理に曲げようとすると折れてしまう可能性があるので、この点も注意してください。3つ目、害虫対策をしていきましょう。スナップエンドウの場合は害虫被害はそこまでひどくないのですが、ハモグリバエやアブラムシなどには注意していきましょう。ハモグリバエは大量に発生してしまうと光合成に影響が出てしまいます。ただ
致命的な被害にはなりませんので、病気だと勘違いして不要な対策はする必要がありません。気をつけたいのはアブラムシです。こちらの画像を見てください。少し弱ってくるとアブラムシなどがついてきます。うどんこ病が出てたり、根腐りしていたりなど、株自体が少し抵抗力を失うとアブラムシが出てくる傾向があります。鞘ができ始めてからアブラムシが出てしまうと一気に株自体が弱くなってしまいますので、十分に気をつけてください。ただしスナップエンドウにつく害虫というのは、スナップエンドウの実を食べたりそこに影響を与えたりすることは稀なので、その点は安心してください。長く収穫を続けるためにはこれらの害虫の撃退が必要ですが、害虫ができていてもその時にできた際は安心して食べることができます。ここで3月下旬からもう一つやっておきたい作業があります。害虫対策やうどんこ病の対策にもつながるのですが、防虫ネットや不織布などの冬越しの資材は撤去するようにしてください。アブラムシなどの発生原因にもなりますので、これらを外すことで通気性の改善に役立ちます。そのままこれらの資材を設置していますと通気性が悪くなり、うどんこ病が発生したり、アブラムシやハモグリバエの増殖の危険性が増してしまうかもしれません。これらの資材を外すときには必ず麻紐は残してあげてください。それで十分風対策にはなりますので、早めに外すようにしていきましょう。最後の花が咲き出してからのポイントは収穫をこまめに行うことです。花が咲くと 2,3 週間ですぐに収穫の時期を迎えます。その間にもどんどん上の方に花が咲いたり鞘ができたりしますので、このタイミングになったらどんどん収穫をしていきましょう。スナップエンドウを長く取るためには水の管理のほかにこの収穫作業が重要です。鞘を取り遅れて多く残してしまうと、養分がどんどんこの残った鞘の豆の部分に使われてしまって、スナップエンドウではなくグリーンピースの状態になってしまいます。もちろん食べれなくはありませんが、本来のスナップエンドウの収量が少なくなってしまうかもしれません。注意してください。また定期的に取ることで空間が確保され、通気性も良くなります。害虫やうどんこ病の対策にもなりますので、ぜひ早めに収穫をしてください。スナップエンドウの収穫タイミングが少し分かりにくいかもしれませんが、スナップエンドウは鞘が触って少しふっくらと膨らんできていたら収穫十分できる状態だと思います。スナップエンドウの魅力としては、小さいうちで収穫すれば絹さやとしても食べれて楽しめます。炒め物にしても食べれますし、茹でても食べることができます。大きくするよりは多少小さいうちで取っても問題ないと思います。ぜひやってみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらのトマトの動画にコメントをいただきました。雑草マルチをするとダンゴムシがすごくないですか。昨年はダンゴムシに苗を食べられてしまいました。雑草マルチの下にダンゴムシの子供たちがうじゃうじゃしていました、というコメントをいただきました。ダンゴムシはトマトの苗を食べていることはないと思います。ダンゴムシ以外の虫が食べている可能性が高いと思います。コガネムシの幼虫やネキリムシやヨトウムシの幼虫など、土の中にいる害虫の幼虫がトマトの根っこを食べているのではないかと思います。ダンゴムシは深いところに入って根をかじったりすることはないので、ダンゴムシが原因ではないと思います。しかし雑草マルチをすると確かに雑草の下にダンゴムシが多くなります。ダンゴムシはこれらの雑草や草を食べて糞をして土壌に還元しているので、野菜作りとしては悪影響がないと思います。雑草マルチ自体は問題ないので、ぜひ使ってみてください。もし昨年のトマトの失敗があるのでしたら、まずは今年のトマトの土作りの際に植え付ける前の畑の土をしっかり調べて、コガネムシやヨトウムシの幼虫をしっかり捕殺してください。では頑張ってください。今日はスナップエンドウの花が咲いてからの対策についてご紹介しました。この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。